トゥーランド V ラゴの時間ですよいしょー。日本人は独自に進化した特異な集団だった。今回は縄文人だけが持つ D の染色体についてお話ししていきます。本日はね、竹の内の作りの子孫が受け継ぐ極秘グレン、正統竹内文書の超考察をお休みしまして、ね、休みしまして我々日本人のルーツである縄文人のとんでもない秘密についてね、お話していきたいなと思っとるわけなんですよ。縄文人の話。そう、なんとですね、今週来週は初の3本立てでございます、うん、来週の金曜日は日本神話のことが全くわからない人でもこれ1本見れば大丈夫やという超わかりやすい古事記の説明動画の濃いやつをぶち込んでね、土曜日には正統竹内文書の考察も混乱してきたわからへんって人でもめちゃくちゃ楽しく理解できる正統竹内文書の系図を全公開配信します。系図を公開。そう、もう一つ一つわかりやすく丁寧にお話していきます。で、それでいろいろこうさらいした上で、日曜日には正統竹内文書の伝承者が最も隠したかった女神仕立てる姫の超考察をお届けします。うー、濃い。かなりね、やばい内容ですけども、楽しくおさらいした上で日本の秘密を紐解いていきましょう。さてね、縄文人ってなんか、うん、まあイメージ的にはね、うん、こうウホウホしてる感じじゃなかった？あ、なんかそんな感じ、野蛮な。いや、もう口悪いじゃん。大先輩やぞ。大先輩やな、確かに。優しい人たちなんですけどね、うん、こう狩猟採集生活で、うん、まあその日暮らしというかね、まあ、食料なくなったら天気悪くなったら移動しようかみたいな感じで、はいはい、まあ、定住せずに移動を繰り返してるみたいな、そんな風にも言われてたりするんですけどもね、うん、まあ、不安定で、まあ、豊かな文明のイメージじゃないよなって人が多いと思うんですよね、うん、しかしですね、近年の研究による新たな発見で、うん、びっくりするぐらい縄文人のイメージがね、覆りまくってるわけですよ。マジで？そうなんよ。で、何がね、そんなに縄文人のイメージを覆したのかっていうね、うん、その縄文人のイメージを大きく覆した発見、大きく分けて2パターンあるんですよ。おう。まず1つ目が、数々の縄文時代の土器や技術が世界最古級のものであったこと。あ、そうなんや。そう。そして2つ目が、縄文人の遺伝子が世界でも稀に見るほど特殊で複雑だったこと。ほう。ね？これは近年の DNA 解析の進歩によってかなりね、細かいところまで分かってきてんのよ。そうな。そう。縄文さん？そう。縄文さん。それではね、縄文人の驚くべき真実について1つ目から順にね、説明していきます。お願いします。まず、日本各地で見つかっている世界最古級の発見とはどのようなものなのでしょうか。ね、青森県の大台山本遺跡で見つかった土器は放射性炭素年代測定の結果、16,500 年前のものということが分かったんですよね。そう、これはね、中国湖南省で見つかった 18,000 年前の土器に次ぐ世界最古級の発見であり、うん、つまりこれは縄文時代がとてつもなくね、長かったことを示しているわけですよね。確かにね。さらに、この大台山本遺跡では石族、つまり石を材料とした矢尻が見つかっており、うんうん、これは世界最古と認定されてるわけですよ。世界最古。そう、縄文人はね、16,500 年も前から、うん、ね、こう、まあ、生石器の、ね、いや、もう石を削った石族を使って弓矢を使ってたわけですよ。ね、この石族に関しては他の国と比べても数千年レベルで早く使われてるんですよ、ね、うん、そうなんや。そう、めちゃくちゃ早い。他にも北海道の函館市では世界最古の漆製品が見つかっており、うんうん、青森県の八戸市では世界最古の弦楽器が発見されている。沖縄でも世界最古である 23,000 年前の釣り針が発見されており。 23,000? そう、もう2万年以上前から釣りしてたのよ、日本人は。やば。そう、見つかってると、いろいろと見つかりまくってるわけですよ。さらに、38,000 年っていう気が遠くなるほどの昔に伊豆諸島の島から黒曜石を船で運び込んでいた形跡があり、世界最古の往復航海は日本だったのではないかという説もあるんですよ。わー、すげえ。38,000年前よ。どんな前よ。ね、これらの発見により縄文時代はね、ギュンと伸びて、うん、16,500 年以上前から始まっていたことが確定したわけですよ。ついに。もうめちゃくちゃ昔なのよね。のしかしですね、縄文時代の本当の凄さはね、うん、その古さじゃないのよ。あ、そうな。そう、長さなのよ。長さ、深さじゃない、長さ。そうそう、とにかく平和な期間がもうめちゃくちゃ長くて、それを維持するためのシステムが、うんうん、とてつもなく凄かったわけです。めっちゃ気になる。 それね、縄文時代は16,500 年ほど前から13,000 年間続いたと言われてるんですよね。長い。もっと長くなる可能性あるよ。おお、見つかったらね。これはね、もう世界史的に見ても、うん、やっぱ長すぎるやん。13,000 年って聞いたことない。そう、
めちゃくちゃ長いんですけども、それ以上にすごいのが、うん、13,000年間戦争の形跡がね、全く見つかってないんですよ。全くゼロ。争いだ。争いゼロ。で、争って死亡したと見られるケースもほんの数件ほどしか見つかってない。数件。そう、逆によう見つかった。もうそもそも武器が見つかってないから、ありえないくらい長い期間平和を維持してたということですよ。すげえやん。13,000年やで。絶対喧嘩する。だって江戸時代の250年間が戦争なかったり長かったよねって言われてるぐらいやから。何百倍やねん。何百倍。噛んで噛んだ。この時代はね、男女の差やヒップの差もほとんど存在せずに、うん、おしゃれな服装とかやったわけですよ。あ、そうなんや。そうで、こんなんいるってぐらいいろんな装飾たっぷりのね、うん、縄文の時見たことあるやろ。あー、はいはい。使いにくそうなあの。でも美しい、うん、こういうのを作るためにたくさんの時間を使ってたわけですよ。アクセサリーもじゃらじゃらつけてんね、うん、ピアスとか、うん、ね、首飾りとかものすごいのよ、ね、ふんだんに使ったおしゃれな服装や土偶がね、ほぼ女性をかたどっていることを考えると、うん、この頃はね、女性の感性が非常に重要視されてたのかなとも思うわけですよね。なるほどね、うん、さらにね、縄文人といえば先ほどお話ししたように、だから天候に左右されやすい狩猟採集生活でね、なんかこう移動を繰り返して定住しないみたいな話してたじゃないですか。はいはい。実際には1000年以上定住したと考えられる遺跡がね、多数発見されてるんですよ。全然動いてへんやん。全然動いてへん。1000年。そう、1000年って今でもありえへんやん。ありえへん。ね、石川県で発見された真脇遺跡はなんとね、4000年間も、4000年定住した形跡がありまして、おりすぎです。北海道の柿の島遺跡ではなんとなんと6000年間も、定住した形跡が見つかってますねん。飽きまへんの。もう孫の孫もすごい、6000年やで。絶対飽きるわ。今年2022年よ。ねえ、6000年間同じ場所でずっと住む。いやすごいな、ね、これ相当すごいやろ、マジで。相当すごいよこれ。歴史的に見てもありえない、もう凄まじいレベルなんですよね、うん、で、食べ物が不安定だったり争いがあったら、うん、同じところにこんなに長く住めないよ。無理無理。確実にね、うん、縄文時代はお世辞抜きでひいき目なしでめちゃくちゃ平穏で、うん、超持続的な社会が形成されてたことがもうこれで分かりましたよね。なんか幸せそう。俺たちがもう日本、世界が目指すべき姿じゃねえぐらいの、完全にそうね。そのような社会になった理由の一つとして、うん、徹底的なシェア文化ね、ほうほう、ね、もう何でも共有しようっていう文化が挙げられるわけなんですけども、ね、この話をしだすとね、うん、今回の動画が終わっちゃうぐらいなんで、またどこかのタイミングでこれについてはまたお話します。はい、まあ、これだけの情報でも縄文時代のヤバさが伝わったと思うんですけれどもね、うん、今回の動画ここからが本番なんです。お、ここから。そう、縄文時代のとてつもなく古い文明の痕跡が発見されまくる中ね、うん、最新の DNA 解析によって縄文人の遺伝子情報も、うん、これやばいぞと、かなり特殊やぞということが分かってきたわけですよ。遺伝子情報。そう、そしてその中でも特筆すべき発見が、縄文人にのみ存在する D の染色体。 D の染色体。そう、ワンピースみたいやろ。うんまやん。そう、この特殊すぎる染色体の発見により、縄文人のある分野の研究は振り出しに戻ったと言っても過言ではありませんでした。ひっくり返った。ひっくり返った。さあ、その驚くべき発見とは一体何だったのかね、ドキドキしますよね。うん。覆った縄文人の定説。縄文人ってね、もともとは東南アジアとか、うん、東アジアにルーツを持つ民族やと考えられてたわけですよ。うん、はいはい。まあ、それはなんかそんな感じせえへん。まあ、ぽいね。アフリカ渡ってきて、こう行って移動してきたから、まあ、うん、東南アジアとか東アジアに追って、徐々に徐々にこう日本にたどり着いたら、通ってくる、ね。まあ、それはそうでしょうと。うん。まあ、アジア系の人でしょうと、うん、思うやん。しかしね、最新の DNA 研究により、日本人と近隣国の人々の遺伝子にははっきりとした違いがあったんですよ。違いが。そう。そしてその違いの原因が、我々日本人の先祖である縄文人が持っていた D の染色体だったということですよ。まあ全く意味わからへん、うん、何が D やねんと、うん、ね、この辺をうんすごい、ね、いろいろこもってたね、うん、うん、すごい。こっから説明していきますよ。お願いします。そう、人間にはね、X 染色体と Y 染色体っていうものがあるんですよ、うん、あー、なんか聞いたことあるよね、うん、要はこれは性染色体って言われるもので、うん、まあ、性別に関係するね、染色体なんですよ。なるほど。そう、だから母親、女性は X 染色体を持ってて、うんうん、赤ちゃんには X 染色体をニューンと受け継ぐわけですよね。そうですね。で、父親は男性特有の Y 染色体と母親から受け継いだ X 染色体の両方を持ってるらしいんですよ。はいはい。なので父親から X 染色体を受け継ぐと、お母さんが X は絶対やから、うん、XX で女性が生まれて、うん、
うん、お父さんから Y 染色体を受け継ぐと XY となって男性が生まれるわけですよ。はいはい。そう、近年遺伝子研究の発達によりこの父系の Y 染色体をどこまでも遡って分析することができるようになったんですよ、うんうん、そして数々の研究の結果枝分かれした遺伝子系統が完全にまとめられたんですよね。まあそれがこんな感じですよ。最初はこういう感じでどんどん枝分かれしていったよみたいな、これ図なんですよ。はい、分かれてってる ねこんな感じね、うん、だいたい20種類くらいの Y 染色体のハプログループに分けられたわけですよ。20ぐらいね。そう、ハプログループっていうのは、うん、まあ遺伝子似てるグループ的な意味ね。あー、なるほど。そうそうそう。で、この系統樹を見るとどことどこの人種が遺伝子的に近いかとかがね、はっきりと分かるんですよ。で、日本人が持つ Y 染色体のハプログループは、うん、アジア人に多い O 系統が 50%、 うんうんうん、でD 系統が 40% で、で残りが C 系統とその他の系統に属するということが分かったわけですよ。はいはい。日本人で一番多い O 系統というのは、うん、いわゆる弥生人由来だと考えられており、うん、要は中国とか朝鮮、東南アジアから来たよって人たち。なるほど、なるほど。それでこう O 系統が多くなったよっていうね。だからその辺でよく見られる系統なんですよ。うんうん。で、C 系統もアジア系で見られるハプログループなんですけれども、うん、この 40% のハプログループ、うん、D の系統だけがめちゃくちゃ異質なんですよ。そうな、40ってでも結構な、結構多い、結構多い。先ほども言った通り O 系統は周辺のアジア諸国で見られる系統なのですが、 D 系統は縄文人や一部の地域でしか見られない世界的に見ても稀な系統だったんですよ。そうなんや。そう、つまりね、このことから分かるのは、縄文人っていうのはアジアからこうちょこちょって渡ってきたよっていうその流れとは全く関係のない、うん、全く別の流れを組むホモサピエンスだったっていうわけ。これによりこれまでの東南アジアから来たやろ的な定説は覆り、縄文人一体いつどこから来たのと白紙になったわけよ。あ、なるほどね。これがひっくり返ったってこと。で、この O とか D とかいったね、ハプログループは、さらに細かく分けることができて、うん、まあ、日本人による O 系統やったら、O12B 系統とかね、O2 系統というふうに分かれるんですよね。はいはい。この分け方でいくと、日本人が持つ D 系統というのは、さらに特殊な、うん、D1B 系統に属するんですよね。はいはい。ちょっとタイプの違う D1A 系統やと、チベットとか、うん、インド東部のアンダマン諸島など、かなり限られた地域で見つかってるんですけども、うん、この D1B 系統というのは、日本国内でしか見つかってないんですよ。B 系統の方は。そう。日本にしか存在しない D1B の染色体を持つ縄文人。うん、ますます特殊すぎると。え、縄文人、もう完全に遺伝子的にはもう孤立してる状態やからね。うん、なんてないの。じゃあもう全然そのアジアとかと違うルーツに縄文人がいるのであれば、うん、え、どこから来たんや。ね。それではね、次は、うん、Y 染色体のハプログループの系統と分岐した年代をね、見ていきましょう。はい。こちらでございます。ドン。はい、こんな感じなんですけどもね。うん。もともと A という人たちで、はい、まあ、15万年、14万何千年前にこう枝分かれしていってみたいな感じね、うんうんうん、どんどん分かれていってますよみたいな年代で分かるようになってるんですよ、うんうんうん、これ D っていうのはこの辺なんですけど、ね、D になる前は DE やったんですよ。 DE やね。そうで、 DE っていうのは結構特殊なグループやから、うん、かなりね、ホモサピエンス史的に言っても、うんうん、早い段階で分岐してんのよ。結構早いよ。こっちばっかりやからね、ほらこの右側とかね、間違いない。そっちがグー増えてる、ね、DE 狭ない狭いせやろ。実はね、この DE系統というのはかなり特殊でね、うん、相当イレギュラーな形で発生してるんですよ。イレギュラー。そう、時はね、今から7万年ほど遡ります。東アフリカに住んでいたある一人の男性に異変が起こりました。7万年前ですよ。遺伝因子の一つである ALU 配列が本来ね、関与しないはずの Y 染色体上の DNA 配列に入り込んでしまったんですよ、うん、は、迷い込んだ。そう、迷い込んだ、うん、なんか全然関係ない因子みたいな、遺伝因子みたいなのが Y 染色体男性のやつにズボッと入っちゃった、うん、あららら。で、これは完全にイレギュラーなんですけど、うん、まあ、これによって、まあ、生態にどのような影響を及ぼすかっていうのははっきりと分かってないんですけれども、うんうん、また遺伝情報的には明らかなイレギュラーが起こったんですよ。へー。これが YAPYAP と呼ばれる異変なんですよね。で、この Y 染色体になんかが入り込んだ状態のまま子孫が増えてったと。ほう。この YAP 変異に起こした生態はそのまま D 系統と呼ばれるようになったんです。へぇ。そう、イレギュラーの人たちを呼ぶすごいな、それ。これが我々日本人の縄文人の祖先だと。いうことなんですよ。イレギュラーやった。なんか入り込んでんの、これ意図的なのか突然なのか分からへん。意図、確かに。そう。それによって何が起こるかも分からへんねんけども。そして7万年ほど前に、DE の人たちは D と E に分かれて、うんうん、ね、5万年前には、
縄文人のルーツとなる D1 系統が発生したわけよ。はあ。ね、もちろんアフリカにとどまる D の集団もおったんですけども、うん、D1 系統のホモサピエンスはそのままとてつもないスピードで東を目指してるの。おお。で、日本にたどり着いてるんですよね。アフリカから見ると日本なんてとてつもなく遠いのに、うん、なぜこの D の集団はこんなにもスピーディーに日本にたどり着いたのか、なぜ東を目指したのかは不明なんですけども、うん、他の遺伝子と交わらずまっすぐに日本にたどり着いてるということですよね。でもそうよね。そう。それではね、DE が元々やとすれば、D の集団と E はすごい近い存在ってことね。うん。で、これ E の集団はどこに行ったのでしょうか。そうよ。ね、だってもう D はもう孤立してもうてるから、うんうん、ね、E のその場所、系統を調べていけば、縄文人と遺伝子的に近い人種がね、明らかになるはずだと。間違いない。それでは、E 系統の Y 染色体を持つ人間が観測された地域を見てみましょう。はい。ドン。あら、すごい、アフリカ。アフリカ、中東、南ヨーロッパ。うおー。もうアジアにかすりもしてへん。かすってへんね。つまりね、縄文人と同じヤップを持つ E 系統は、そのままアフリカに留まったものと、うん、ね、中東とか南ヨーロッパにこう向かっていき、うんうん、そのまま定住した人たちがいたってことですよね。そうね、うん。全然アジアに興味ない。来てそうそう。中東、南ヨーロッパ、ね、トランド Vlog を普段から見てくれた人やったらちょっとピンとくるね。中東という言葉でピンとくると思うんですけれども、政治のね、中東といえば、うん、ユダヤ人が住むイスラエルがある地域ですよ ね。今のイスラエルには白人系のユダヤ人がほとんどですけども、一説によると古代イスラエルのユダヤの民もまた E 系統の人種だったのではないかと言われてるわけですよ。なるほど、繋がってきた。この説が真実だとするとね、うん、これまでお話してきた話ともかなりね繋がってきますよね。繋がってきましたね。そう、縄文人はヤップという特殊な遺伝情報を持っており、その中でもさらに枝分かれした世界唯一の D1B の染色体の持ち主だったわけですよね。聖徒竹内文書の口伝では日本から16の種族が世界中に拡散したと伝えられていましたよねと、うんうん、で中東にたどり着いたのがツクヨミの種族だったと言われてますよね、うん、そして中東にたどり着いたのが、まあ、アマテラスとスサノオとユダヤ人になったと言われているツクヨミの種族でしたよね。聖徒竹内文書の口伝では日本の飛騨にイザナギとイザナミが降り立ったのが1万6千年前だよと伝えられてるわけですよね、うん、まさに、まあ、縄文人が始まったぐらいのタイミングよね。そうだね。しかし Y 染色体のハプログループ D と E が枝分かれしたのは5万年ほど前なんですよ。だいぶ前。イザナギとイザナミが降臨するよりもうはるかに昔なんですね。はるかに前やな。だからその頃の5万年ぐらい前からもう E 系統の人たちはもうおったわけ。ツクヨミとか関係なくずっとおった E 系統と、うん、で D から E に向かったツクヨミの種族が、うん、まあ、どのように交わったんやろうねみたいな。そう、聖徒竹内文書の国よりさらに昔からの因縁があった可能性も考えられるわけですよね。確かに。さらにね、縄文人については他の研究からも面白いことが分かってるわけですよ。それはね、縄文人は D1B 系統という世界でも唯一の染色体を持つ集団であるのにもかかわらず、うん、あらゆる遺伝子が混ざり合った混合民族だったというふうにも言われてるんですよ。そうなんや。そう。しかも世界でも稀に見るレベルで、うん、割とあらゆる遺伝子が混ざり合ってる。意味わからんよね。うん。世界でも唯一の染色体を持ってるのに、混合民族ってどういうことっていう、うん、ことなんですよ。つまりですね、縄文人はかなり早い段階で枝分かれした D の集団であることは間違いないんですけども、日本に住み始めてから、うん、世界中から訪れたあらゆる人種の人々を受け入れたと。あー、なるほど。いうことなんですよ。はいはい。どんどん取り入れていったと。で、異なった価値観、文化、宗教を受け入れて交わっていったわけですよね。うん。だからそれなのに戦争が起きなかったわけですね。すごいないですか。ありえへんよね。どういうことっていう、うん。縄文人が持つ全てに神が宿るっていうね、アニミズム信仰とか、まあ、すなわちね、ヤオヨロズの精神とか、海外の神様を日本の神様と合体させて、オリジナルの神様にしてしまうというね。すごくね、もう世界でありえない柔軟なね、こう宗教が培われていったのも、こういうふうにもう様々な人種を受け入れ続けたっていうね、何万年っていう土台があったからかもしれないんですよ。なるほどね。そう。そしてその柔軟さと同時に、海外からやってきた人々を完全に縄文人の文化に染め上げていくというところも面白いところよね。縄文人っていうのは所有欲を捨て、すべてをシェアするという文化で1万年以上のね、平和を保っているわけですから、うんうん、しかしですね、2300年ほど前から、所有するという感覚を持った人々がね、日本を訪れるようになってきて、少しずつ変化していったわけですよ。うわぁ。ね、今が2000年ちょい前ですよ。うわぁ。弥生時代の突入ですよ。うわうわうわ。弥生ね。俺らにも入ってるからね。稲作が広がっていくと、まあ、所有するっていう感覚がね、当たり前になっていくわけですよ。そうよね。ってなったら、俺ちょっとこの米あげるから働いといてよ。っていう風に、ね、うん、働かせる人が出てくるわけですよ。うわぁ。ね。だから支配するものと支配されるものに分かれていき、で、あいつの領土を奪ってるぜって言って、
期に戦争が増えまくったのよ。うわー、そうって言ったら、縄文人はそれ分かってたから所有しなかったんですよね。そういうことよね。そう。ちなみにね、縄文人の DNA は沖縄の人とかアイヌの人が色濃く受け継いでるっていうデータがあるんですけども、うん、つまりこれは対馬ルートを通ってバーって渡来人が来てて、徐々に徐々にね、段階的に交わっていったってことなんです。例えばアイヌの人たちって、まあ何者なんて言われたりするわけですよ。うんうん、なぜなら、まあ、縄文人がいたのは間違いないけども、オホーツク人っていう人たちがブワーって降りてきてるから、そこに駆逐されたから、なんか先住民つっても違うんじゃねえのっていう説もあるんですけど、うん、DNA 的に見たら、うん、明らかにオホーツク人と縄文人交わってるんですよ。じゃないとこの色濃い縄文人の DNA 出てこないからね。そうよね。だって Y 染色体やからね、うん、男性全員殺して女性だけっていうわけにはいかないから、うん、Y 染色体が残ってるわけやからね。ね、これも一つの文化を知る上で重要なポイントなんですよ。あ、なるほど。 Y 染色体っつうのがでね、北海道って俗縄文文化っていうのがあって、うんうん、みんなが弥生文化になっていってるのに、そのまま縄文時代を続けたっていうね、形跡が残ってるんですよ。そうなんよ。そう、弥生の文化を拒んでたっていう形跡があるんですよね。そう、所有することへの抵抗があったわけですよ。そういうことだね。それ多分段階的に広がったことを見ると、うん、いやちょっと所有はちょっと先祖的になんかアウトって聞いてたんでみたいな感じで拒んでたけど、徐々に徐々にその波に飲まれていったみたいな。で、所有すること怖いけど、なんかもうなんか楽しそうやし、なんか豊かなりたいしっていうのに飲み込まれていったんじゃないかっていうね。はい、アフリカから旅立ち、何かしらの意図を持ってまっすぐに日本を目指した D の集団は、一生に長く続いた平和な文明を築き、海外からの人をバンバン受け入れてましたと。そして縄文人は所有しないというルールを持ち、それを守り続けたわけですよね。1万何千年も。まるで人が力を持つとどうなるかが分かっていたかのように。ね、なんか失敗から学んだかのようにね、かたくなにそれを守ってたわけですよ。めちゃくちゃいいね。そう。で、平和を愛し、他者を受けることができた縄文人の D の染色体は今もなおね、我々日本人の体の中に刻み込まれてるわけですよ。なるほど、やった。そう、もしかしたらね、今世界でもいろんなこと起こってますけども、世界平和のヒントは我々日本人の中にある縄文人の遺伝子なのかもしれません。はあ、なるほどね。え、どっかでパー目覚めるかもしれないけどね。大統領なろ、なんその中華力生まれとるから、ね、権力に振り回されとるから、ね、ということで本日はここまででございます。はい、来週は3本立てですので楽しみにしていてください。次回気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いしますね。概要欄にもね、僕らの SNS があるのでぜひチェックしてください。ということで本日いかがだったでしょうか。それでは本日はこの辺でまたね、バイバイ。